はい、宮城、仙台に来ました。はい、ここでね、初めてゼップに会場が映るわけです、うんうん、大きかったな。そう、大きくなるから少女 M の振り付けとかもちょっと変更点をね、うん、いくつか入れて、うん、そうやって広い場所で練習してるんだけど、広くはないよね、うん、横幅が横に、ね、横にね、広いからね。寂しい時こそしてね、おーいいな。楽しかったね。こうやって急遽いろいろ生まれていくんです。覚えれるかな。そうなんですよ、覚えが悪いので。どうしたどうしたどうした、また叫んでるけど。女子はどこで、これ女子エリアがね、うん、女性と子供専用エリアがスキャンダルライブにはあるんだけど、仙台はセンターということで、うん、その確認をね、うん、これは舞台上でもう一回振り付けの確認とかしてて、うん、でもう本当に自分たちで振り付けをそうそうしてるから、なんかこの少女 M に限らずいろんな曲でもこうした方がいいんじゃないかっていうのをね、アイディアとか入れたりとかもしてて、ね、うん、でいくつか今日もこの日も変更点があったので、でもなんかほんまにさ、リハスタ入ってふざけながら考えて出来上がるって感じやんな、うん、振りは。これその日決めたやつね。そうそうそう。めっちゃ狭いね、あれ。そう。ギターアンプあるから。これ楽しかったな。なあ、ね、楽しかったな。でもお客さんたちもさ一緒にやってくれて、うんうん、みんな可愛かったもんね。舞台から見てて。初めてキーボードも弾いたし。ね。リナがキャンタ投げます。キャンタをね、キャンタのぬいぐるみを投げるんだけど、うん、さあ、うん、よく前の3人はこんなお客さんと近い距離でいつも歌えてるよなってすごい思う。めちゃくちゃ緊張するもん。緊張するよ。緊張するよ。いつも感じでございます。歌で3人ディスコ、これでディスコよな。古いやつのなんかキーボードチェックしてんのに一生懸命。この日はね、終わった後にもうすぐ東京に戻らなきゃいけなくて、うんうん、それも歩いて向かってるっていうね。そう、荷物多いな。ゼップが駅から近いから、はい、いそうそうそう。もうね、全部終わってちょっと隠れたかと思う。脱力してる、脱力。もうライブ終わった瞬間ホームシックですよね。もう何日ぶり？10日？10日間の旅でした。荷物が3枚に袋屋があって、いっぱい買い物しとったもんな。そう。久々に食べます。リキューのルータン。出た。好きね。ルータンも好きなんですよ。めっちゃ幸せそうに食べるもんな。美味しい。肉美味しい。肉美味しい。なんかツアーってなんか、あの普通のライブでもそうなんですけど、なんか改めて成長できる場所やなってすごいなんか毎回思うんですけど、次ゼップでやるよって言われた時は、うん、大丈夫かよって思ったし、なんか、まあ、でも立ってる時はそんなこと全然なくって、ただ楽しいって感じだし、みんなのためにやってるので、なんかそれ広くなったからどうとか狭いからどうとかじゃなくって、まあ、一人一人に向けて1対1でやってる気持ちでやってるので、1対1じゃないね、1対4だね。そうだね。そう、1対4でね、もっとなんだ、お客さんに胸張って絶対楽しいから見に来てよって言えるライブにしたいと思いますね。いや、なんかね、練習しててもなんか100万回弾くのと30回弾くのと全然違うから、もっとやらなきゃいけないことがたくさんあるなと思います。けど
頑張るとかよくわかんないんで自分的に。だからもちろん好きなことだから頑張るとかじゃなくて、なんかもうそれが自然になっていけばいいんだなってすごく思います。なんかそれがもう生活の一部で、ギター弾いてなきゃ楽器弾いてなきゃ嫌だっていう風にもうなってきてるっていうのもあるから、それがもっとなんか、うん、もっとみんなに伝わってみんなで向上していけるバンドになりたいなと思います。残りの3本も頑張ります。はい、ゼップ名古屋、愛知県です。イエーイ、地元。チャーって余裕ない、言ったら言わないね。うん、何を回してんの。どうしたどうした。あのマネージャーがね、カメラ回してたよね。そうやな、この日はな。言葉がちょっとラフすぎるっていう。おでこのそれはどうしたんですか。ガゼを聞いたんだよ。扁桃腺炎、扁桃腺炎になっただよ。海ができるそこから水が出てきたんだよ。チーバーズする。しんの動画です、うん。でもはぁーって叫んだらブチーって行きそうな気がする。この時の友の顔ね。想像したら痛かった。少女 M のデタラメじゃないとかでブチーってゲーって言ってる。地元に近いですけど、いろんなに近いですよ。今日はいっぱい来ました、いろんな人が。友達も来ました、ね。なんか名古屋でやるのはいつも違いますか。違うかな。でも気持ち的にちょっとリラックスしてる。違う。もうしないだって。名古屋弁トーク。うん、シルコサンドトークだよ。楽屋にあってんな。たびさ、名古屋だけ物見つけるよ。意外と多いんだよね。そう、名古屋多いよ。撮るの。なんで撮ったんの。なんで撮ったん。やばい、名古屋の、名古屋の女に。名古屋の女。名古屋の女を妻にするといいんだぞ。そうなの。っていうランキングみたいなのがあった。勝負の女は最下位。ひどい。なんでなんで。いいけん。新聞読んでる。あら、どうしたんですか。バカって言われたから。ひどいひどい。そう、エッチ、ともちゃんいじられキャラだから。そう、新聞まだエッチなら読んでんだろ、お前。エッチなら読んでたの。探したんじゃない。じゃないじゃないわ。今日の新聞や。大体新聞読んでるでしょ。大阪の思い出といえば、言えば覚えてるぞ。あれは、あれ言えば、これです。たこ焼き。いきなりだもんね。激安。激安。そうそう、めっちゃ頑張れるわ今日。ずっとたこ焼きが食べたくて。すげえ本格的。楽屋に手作りたこ焼きやるとか。東京で何回か食べたんですけど、やっぱり大阪の方が美味しいんじゃないかなと思って、大阪に来たら絶対食べるぞと思ってたら速攻ありました。た